こぼけが続いてるのかなって思います。下が悔しい峡谷になっているので、国道32高松への道です。ここは三好市なんですけど、この、峡谷、厳しい山の中を抜けたら三好市の市街地になります。吊り橋が見えますね。人が通る吊り橋。片桟橋なんだろう。川口駅まで、があと少しっていうか、1キロか2キロ、まあ、数キロあるかなって感じです。はい。